クアチャージに新しい味ができたということですかね。そうですね、以前のものはから変えて、こうさらに美味しく、美味しくなった、飲みやすく、効果はそのままで、ですね、はい、作りました、うん。これまではグレープフルーツ、そうですね、グレープフルーツの甘味料を使ってたんですが、今回はライムの粉末を入れまして、さっぱりすっきり飲みやすくしました、うん。はい、今回はですね、前は1リットルで溶かしていただいたんですが、今回は500用に、使い勝手を良くしてですね、やっぱりこうテニスの方も、ランニングとかされる方もやっぱりこう500用が使いやすいというので、500用にちょうど良くしました。はい、こう振ってですね、片側に寄せていただいて、横にそのまま簡単に切れますので、はい、結構皆さん大変な風に開けてるんですけど、表記がないので申し訳ないんですけども、ではあとはこうサラサラと、結構サラサラです。色はまあ変わってないですね、前のと。そうですね、はい、色はもうビタミン B2 の色なので、はい、これはビタミン B2 を入れれば同時に黄色になりますね。まあ、最初白いのが浮くんですけど、3分5分ぐらいですぐ透明になりますので、溶けますので、従来と同じですよね。そうですね、はい、でこの状態で別に飲んでいただいても、完全に溶かさなくても変わらないですね、まあ、飲んでるうちにすぐ溶けますので、色は変わりませんね。ビタミン B2 の色ということですね、はい。まあ、最初味見なんでちょっと味見、じゃあ乾杯しますか。よかったら、持てないです。はい。ありがとうございます。そんな。飲みますか。味見してください。じゃあいただきます。はい。うん。変わりましたね。前より美味しいですね。随分前より美味しいですね。前のがまずいみたいだけど。いや、結構やっぱりまずいっていう意見も多かったんですけど。ね、うん、僕はあんまり前のもそんなに気にならなかったですけど、ね、結構全然女性に不人気でしたね。ね、結構意見としてはやっぱりそういう意見もちらほら聞きましたけども、多かったですね、はい、でもそういう方でもより飲みやすいかもしれないですね。そうですね。どうですか、早川さん。飲みやすいです。美味しい。何の味がしますか？え？ライム？お、ライム。で合ってますか？